僕もレコーディングをします。はい、 OK です。はい、あ、皆さんおはようございます。10時になりましたので、手話、その魅力ある言葉というテーマで佐野和子さんに2回目の、お話をいただきます。佐野さんは私がリーダーをしている、心の歌バンドのメンバーであります。そして、パーカッションとそれから手話通訳を担当しています。で、手話通訳が必要な一つの理由は、竹 DS さん、聴覚障害者で耳が聞こえないので、その竹さんと我々との手話通訳、そして我々が話していることを聴衆に知らせるという2つの意味で手話通訳をしていただいています。それでは佐野さん、おはようございます。おはようございます。はい、2回目の話をどうぞお始めになってください。よろしくお願いします。はい、先日北谷さんから、私の両親についてもお話しした方がいいんじゃないかなというお話をいただきました。で、まあ決心したんですけれど、メンバーの中には本当に何人かですけれども、以前にお話ししたことがあるんでダブりますけれども、この前 の、 第1回の時に、浅野先生の方から、なぜ手話を始めたのか、そのきっかけについてこう話すようにと言われて、私実は四ツ谷にある教会でろうの人たちとお会いしてというお話をしました。で、実はそのろう者の中に、その中のメンバーに、私の両親がいたということを後から聞きました。で、そのなぜかって言いますと、私の両親ともにろう者ですというかでした。すでに亡くなりました。で、私自身はその母の姉にあたるおばに、育ててもらいました。じゃあ亡くなったのはなぜかっていうことになるんですけれども、私の両親、本当はもう両方の家に、それぞれの家にもう反対をされて、まあ、今で言う家計お家ですね。で、それ同然に、逃げるように家を構え、それは四ツ谷にある古い、もう今はありません、古いアパート4軒、こう2階建てですね、2階建ての、家の上の方にいたそうです。で、そこで生活をしていました。昭和20年頃の話です。で、その後私が、昭和23年に生まれたんですけども、3ヶ月の頃に肺炎を起こしました。で、老の、親というのはその咳とか熱があれば分かります、熱があれば分かりますけど、咳ぐらいだとその子どもの、風邪が分からない時があります。軽い時は特にそうです。その顕著ならば咳の状態で、あ、軽いのか重いのか、なんか変な咳をしてるとかっていうのが聞いて分かりますけれども、老の両親にとっては、まあ、咳ぐらいならば軽く見てたんだと思います。で、肺炎を私が起こして、まあ、熱が出て、で、慌てて救急車頼むんですが、もう当然両親は聞こえませんから電話できません。近くの交番に行って、
おまわりさんにこう頼んで、あの赤ん坊が熱出した、ね、困ってるっていうことをこう筆談で出したそうです。で、そのおまわりさんが電話をして救急車を頼んで、で、3人で、私と両親とで、広尾にあります、あの日赤ですね、日本赤十字 の、 あの病院にこう連れて行ったそうです。で、そこは完全看護ですから、まあ、とりあえず私を見てくださって、で、預かったそうです。ですから両親は私が落ち着くのを見て、アパートに帰りました。で、その夜遅くに、夜間にお湯を沸かして、で、その頃はプロパンガスでした。で、まあ、安全装置はあったとは思うんですけれども、そのガス漏れなのかとも、あの何とかっていう原因というのははっきり分かりませんけれども、両親はあの亡くなってしまいました。で、その1日か2日後遅れてですよね、あの今だったらばもう当日すぐにテレビなんかでニュースがありますけども、テレビまだまだない時代ですから、ラジオってやりました。昔はそのラジオのニュースで、その姉であるおばと、それからあの育ててくれた父がラジオを聞いて、名前とか住所を聞いて、もう本当に慌ててその四ツ谷のあのアパートへ行ったわけですね。で、両親の名前は発表されたけれども、赤ん坊の名前は言ってなかったっていうふうに、まあ行きながらこう話をして行ってみたら、もう当然ですけども、あのアパートのこの2階の、両親が生活をしていた部屋というのは誰もいません。で、どうしようかと困って、近くのその交番へ行きました。で、その聞きますと、確かに深夜にこの赤ちゃんが熱出して、で、私頼まれて電話をしましたよ。で、その時は私はいたわけですね。で、はてなと。で、その病院に行ってみたら、病院の方では本当に連絡ができなくて困っていて、その時は乳児院という、その両親がいなかったり育てることができない赤ん坊、子供を育てている施設がありました。そこへ預けようかどうしようか、で、警察とも連絡を取ったりして、本当にもう病院では困っているという状況のところに、そのおじとおばが行ったもんですから、訳を話してくれました。で、私自身はもうすでに治って、退院ができる状況でしたので、おじとおばは預かって、で、こう家に連れて帰ったそうです。で、相談をして実子として育てよう。で、その時の私は3ヶ月ぐらいだったというふうに聞いています。で、そのおばの方が手話が少しできたんですね。まあ、つまり一番その母と産んでくれた母と仲が良かった。で、手話ができました。それを見たのは、私の実家、まあ、育てられた家というのが喫茶店をやってました。で、喫茶店のお客さんに老の方がいたんです。で、老の方が来て、で、
あのお金を払うときにいくらいくらと聞きました。で、母とっさにってやったんです。その時は今ですと10とか20っていう指文字がありますけども、昭和20年頃の、あの手話というのは指文字はまだ普及しておりませんでした。で、数を表すのに10だったらば10、20ならばたった20というふうに表現したそうです。で、その頃あの私が生まれた頃の、まあ、物価ですね、コーヒーが、30円だったそうですから、と表現した。通じました。私はそう5歳ぐらいだったかな。それ見て、と思った。で、あ、お母さん、あの人たちと話できるんだねって言ったら、父が本当になんか嫌そうな顔をしてたのを見ました。それが一番のこうなんか思い出として残っています。で、私が中学校が、その四ツ谷の近くの市ヶ谷という場所の、中学校に受かりました。で、発表のとこに、両親が2人ともあのついてってくれたんですね。で、それ自体が私はおかしいと思ったんですけれども、とりあえず中学校へ行って、発表を見て合格をしてました。それを確認した上で、私を育ててくれた方の両親は私と一緒に、3人でその四ツ谷の教会へ行きました。3人で行きました。で、その時に、尋ねた神父さんがいるんですが、その神父に、前もって連絡してあったんじゃないかと思います。その神父さんがおっしゃるには、あなたのご両親はここの教会に、通ってたんですよ。で、その話を、してくれて、今までのいきさつすべてを聞きました。で、私自身やはりあの子供として両親のなんか不自然、なんかおかしいなっていう思う気持ち、子供ながらに思ってたことがいろいろあったことが全部払拭されました。あ、そうなのかと。まあ、その恨むっていうような気持ちよりもありがたいという気持ちでその神父さんの話を受けました。それをきっかけにあの両親を知っている老の仲間のグループの皆さんともあのに紹介していただいて、で交流が始まりました。まあ、そのあたりがあの以前にその教会に行って、その老のグループの方たちに会って手話を教えてもらったというきっかけ以前のお話でした。はい、このぐらいでよろしいですか。ありがとうございます。はい、ですから、まあ、本当は私自身両親にこう会いたいと思うことはたくさんあります。思い出がないですからね。ですからこう両親に今手話ができる、話ができる、だから会いたいなと思うことはありますけれども、その、まあ、代わりにって言っていいかどうか分かりませんが、これから会うから今まで会った老の人たちとこう話ができるっていうことから役に立つ、両親の代わりにこう役に立ちたいっていう気持ちで手話通訳を続けています。で、時間の半分ぐらいがもう過ぎてしまいました。で、私の両親に関してはもし何か
聞きたいっていうことがあれば、後でぜひ聞いてください。で、今日の、2つ目のテーマなんですけども、指文字ということ、たけさんが今手を挙げてるんですけども、はい。今スマホとパソコンをスマホと一緒にやるので、今たけさんの声がたけさんの声がちょっとムラにこんな感じで聞こえてて、ハウリングハウリング起こしてるんで、もしよろしければたけさんをメインにしてもらうことできますか。たけさんのご両親亡くなりましたよね。でも、はい、その後に出会って一番一生に残ってる人いますよね。はい、わかりました。思い出もあると、はい、日本老劇団ってご存知ですか。はい、はい、その主幹をしている与南山さん、はい、与南山さんが一番こう印象に残っています。で、私自身演劇好きです。音楽も好きですけど演劇が好きなので、いろいろと指導をしていただきました。それは手話は言葉を伝えるんじゃない、気持ちを伝える、で大事なのは表情だよって言ってくださったのが与南山さんです。ありがとうございました。じゃあその指文字の話をちょっとします。で、以前北谷さんにはお話ししました。手話というのは漢字と同じ、要するに北谷という表現方法で、指文字というのはひらがな、カタカナに当たりますっていうご説明をしました。要するに、キツネの木、た、親指を立てて、た、に、漢数字の2ですね。で、き、た、にと表現するのは、その読み方なわけです。で、その指文字は、固有名詞とか場所の名前で、こう、手話がない時とか、手話を知らない時に、指文字を使います。ですから手話と同じぐらいに大事なコミュニケーションのツールです。で、その指文字についてなんですけども、今日お話しするのは母音ですね。あいうえお、それから五十音の一番上とあかさなありますね。その一番上はアメリカのいわゆるアルファベットからこう引用してきたものが多いというお話をしたいと思います。まずアですけど、これは A の小文字です。 A の小文字。イ、愛の小文字です。う、ゆです。ゆの小文字。え、いの小文字。お、おです。お、おですね。お。はい。これちょっと覚えてくださいね。あ、い、う、え、おとなります。はい。これを一緒にぜひ覚えてほしい。表現をしてみてください。はい。ゆっくりやります。あ、い、う、え、おとなります。じゃあ次に50音の一番上の。今、あやりました。か、これは、け、
K の小文字から来てます。か。どうですか。あ、か、さ。S、S の小文字です。さ。た。T、T のから来てます。た。な。N、N ですね。な。は。これは H から来てます。は。はさみの歯と覚えてくださっても結構です。は。ま。M、M ですね。ま。赤さたなは、ま。や。Y です。や。ら。人差し指に中指をからげます。ら。ご覧の通り、R。R の小文字から来てます。ら。わ。W。W です。このやらは。ですね。もう一回いきます。一番上です。あ、か、チョキを出して、チョキを出して、親指と中指をくっつけようとするとできます。か、さ、S です。た、な、は、はさみのは、は、ま、ま、あ、ごめんなさい。あかさたなはま。ん？はま。やゆるにか。や。ら。わ。ということになります。はい。いいですか？いいですか？はい。で、あ、まだ、はい。時間がありますので、はい。その指文字の母音、一行目の母音と、一番上は、その、アルファベットから起きたという、お話をしました。じゃあ、ここまでで何かありますか？あら、北見さんは寝ちゃったようです。寝てます。それを組み合わせて、それですね。はい。その、指文字を組み合わせて、例えば、ママだったら、はい、ママね、同じ音を耳だったら、パンパン、パンパン、パンパンと、ママ、はい、で、パッパになります。うん、丸をつけるのはパッ、ピ、跳ねるんですね。ペ、ポ、文字通り跳ねてくださいですね。パッパ、ママ。になります、うん、じゃあ耳はどうやります？はい、じゃあ耳あ、耳耳耳なん、あ、耳、漢数字の3から来てます。はいはいはい、漢字から来てます。耳、うん、はい、そっかそっか。何かご質問があれば。いや、なんかそのあ行、はい、あの行と、はい、この上の赤さたな浜やらまで、はい、なんかその、例えば、みだったら、うん、M と、その、M と E で、その、みなのかなと思って、そういうわけじゃない。M と M と、はい、E を合わせて、その、みにするのかなって思ったんですけど、そうじゃないです。み。これ、一文字で、うん、みなんです。うん、みなんです。確かに、うん、ローマ字。うん、で書いたときは M と I で2になりますよね、はいはい、うん、でも指文字の場合はこれ2、これ1つだけで2なんです。はい、2です、うん、1音につき1つのサインで済みます、うん、今アクセスしてらっしゃる方で名前知りたいという方がいらっしゃいましたら、どなたかご自分のお名前、私やってみてもいいですか？はい、あ、原さん、はい、はい、じゃあ最後のリタ、まず香里さんはかおりになります。あ、おりはおりですね。はい、
で、原さん、あの名字の方、名字の方は、は、ら、うん、ら、は、ら、か、お、り、お、り。わかりました。はい。で、今、あの、原さんが表している手話が、うん、あの、見えないんですね。お顔だけ、お顔だけなので、はいはい、ちょっと指が見えないんですけど、はいはい、ちょっと上の方に上げてみていただけますか。は。は、はら。ちょっと外側に向けてください。は、は、は、ら。は、ら。はい。か。か、あと、こうでしたっけ。か。中指と親指をつけてください。中指と親指。そう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 。K の小文字。か、お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 、はい。そうそうそう。もう一回いきますよ。はい。は、は、ら、ら、か、か、お、お、り、り。そうそうです。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 ありがとうございます。はい。どなたが、もし、お名前。カジキチさんやってみた。カジ。娘が。はい。お嬢さん。キ、サ、コと言います。コがわかると。リサコさん。はい。じゃあ、一つのひ。リ、リ、リで。リサコちゃん。リは、リは、あの、いっぺんにリと書いてしまいます。リ、サ、コ。ここカタカナの子、カタカナの子の形から来てます。ね、こ、こ、そう。ここも90度。肘も90度。こ。こ。できました。はいはい、もう一回言いますね。じゃあ、はい、り、さ、こ。で、そうですよね、そうです。私が、はい、さ、と、こうなので、とを教えてほしい。はい、じゃあ、さ、と、と、こ、さ、さ、と、と、と、なんでこれと、はい、あ、それと、これとっていうふうに、あの、表したということで、うと、いいですか、うと、とはひっくり返しなので気をつけてください。はい、表面だとうです。うん、表面はうです、うん、ひっくり返すととです。これと間違いやすいのでととです。はい、ありがとうございます。はい、他の方でお名前あの聞きたいっていう方いらっしゃいましたら、ひさこさん、ひさこさん、ひさこ、ひさこさん、あ、りさこさん、りリサコです。リサコ。この母音とこの50音の一番上 の、 あの指文字以外のことはあのこれからおいおいあの細かいお話をしたいと思います。次へとあのつなげたいと思います。で、手話全般でも構いませんけど何かご質問がありますか。よろしいですか。今何やってもらってたの。何か、あ、でそのまあ手話に関することですけれども、あの今そのろうの方たちとのコミュニケーションというだけではなくて、例えばあの知的障害がある知的障害がある方であるとか、あと失語症ですね。失語症の方であるとか、あの、お年寄りの方で、その言葉がすぐに言葉がこう出ないっていう方たちであると。動作を一緒にすると、そのすぐに出たり、覚えることができたりするので、あの、いろいろな場面で、その動作を一緒にするということで手話が今普及しています。例えば鍵って言葉だけで言うよりは鍵こう開けるような仕草ですね。鍵とか、まあ、あの電話なんかもそうですけども、昔だったらば電話
これですね、うん、電話これやったり、今ならばこう電話、これ携帯です。でも今の携帯はアンテナついてないですね。でもとりあえず携帯というふうに動作を一緒にします。他にお名前のこととか手話について、はい、何かあれば、あの覚えたい手話があるとか。あ、作太郎。作太郎うさん。はい、じゃあ、さはさっきやりましたね。さ、く、く、これは数字の9と同じです。く、た、ろ、う。ろは今、初めて説明しますけど、2本の指を揃えて曲げてください。ろです。カタカナのロから来てるそうです。もう一回いきます。さ、く、た、ろ、う。もうちょっと早く言いますよ。さ、く、た、ろ、はい。できた？できた？わかった？ね、できたみたいな。すいません、ありがとう。うん、いやでもなんかその佐野さんがこの手話を始めたきっかけっていうのがものすごい意外でちょっとびっくりしました。はい、うん、ね、それその手話がねできるようになったから、はい、ご両親とお話をそれでしてみたいっていう、ね、すごいあれだなと思ってます。そこからそのね、人のためになることにつなげられてるって素晴らしいなって思いました。はい、ありがとうございます。あの、私、その産んでくれた母というのは、すごい積極的な人で、それは後で、あの、親戚の方から聞いた話なんですけれども、あの、母の実家というのが、あの、お米の、米のいわゆる問屋でした。要するに、まあ、米屋なんですね。で、その米屋ですから、その注文を聞くためにあの家の手伝いをしたそうです。で、必ずメモを持って、でこう書いてもらうための鉛筆も持って、で昔のことですから鉛筆もあの耳に挟んだりして、でこうあの紙を持ちながらあの家へ行って、はい、渡すと、その家の方も分かっていて、あの母のことをまあ理解してたんでしょうね。あの例えばあのお米一升一升、はい、書いてくれて、で、で家に帰ってそれをまた配達したっていうようなあの話も聞きました。まあ、とりあえず一番いいコミュニケーションの方法は筆談。まあ、まだ皆さんの場合ですと手話も指文字もまだまだだと思いますので、必ずこうメモと筆記用具を何かいつも持っていて、何かあった時にはそれで筆談をしてくださるとあの嬉しいです。他に何か今浅野先生来てくださいました。はい、はい、浅野先生ご自分で朝のって手話で言えます？できません。今みんな浅い。みんなやったの？これが深いです。はい、朝の、もしくは指文字で、そう、これ浅いっていう手話です。のは？のでもいいです。野原ののです。草が茂ってる。はい、こういうの？朝。これでわかるの？これで。もう一つは指文字です。なの？あ、これあの指文字、あ、はい、さ、げんこつです、さ、あ、の、カタカナののを空所します、はい、あ、ごめんなさい、もう、あ、さ、の、あ、さ、の、できた。のは内側へ書いてください。ぎっちょの方、左側の方は、あ、これどうやって打ち取るかっていうか、脳になる。反対か、こうなの。あ、さ、脳に。脳は内側へ、
内側へ書いてください。カタカナのノを書く感じなんです。そうです。リもそうでしたね。リ。あ、そうですよね。2本にして。あと、カタカナを書くのは、運です。うん。うん。これ、運のカタカナを書いてください。ちょっとずつ覚えた。ちょっとでも覚えていただけると嬉しいです。あと、使わないと忘れます。はいはい、ですから、それこそ携帯でも、コンピューターでも、コンピューターでも構いませんから、ろう者の、まあ、ホームページであるとか、ろう教育のホームページであるとか、いろいろなところに指文字の表とか、指文字の表し方というのが、必ずあります。ですから、絵で見て確認をしてください。うん、一番いいのは、私がやったらそれを真似してくださること。それが一番早く覚えます。うん、絵だけだと、その表裏こう逆になってしまう。例えばですね、あを覚えるのに、あと覚えている人がいます。ですが、あです。あです。ですから、表裏には気をつけてください。はい。これ裏だと何なんですか？ないです。ないです。この指文字はないです。ないですね。その間違いを防ぐために多分ないんだと思います。さあ。そうそう、そうです。あれ？ああ、さあ。ね、はい。あれ、ごめんなさい、佐野さん、ごめんなさい。かってどれでしたっけ？かってのあ、か、かってのか。あ、そっか、あ、か、か、あ、オッケーです。大丈夫です。けいの。K の小文字から来てます、ね。親指を中指につける、ね。そう、親指を中指に、そう、まずチョキ出して、親指と中指をくっつけます。これで、かです。かですね。はい。かおりさん。だけど、あれですね。指文字でやると、はい、ちょっと、しゃべる人のスピードが速かったり、すると、ついていけませんよね。はい。今は、ろう学校では、必ず手話から覚えます。でも、昔のろう学校は、その文字を先に覚えるようにというので、指文字で先に教育をしました。ですから、前にもお話しした、犬なら犬と教えて、この犬は漢字の犬と同じですから、うん、手話ですから、うん、犬これは小学校に入ってからとか、かなり遅い時期に教えたらしいです。でも今犬の方が早いですし簡単ですから、手話で教育をしています。佐野さん、はい、ちょっと私のやる悪い趣味ですけど、はい、私がはい、法律の名前を言いますから。法律、うん、難しいでしょう、そういうの。難しいです。いわゆる専門用語になりますので、手話、私が知らない場合もあるし、ね、手話がないという場合もあります。ほとんどは指文字かなと思う。指文字でしょ。だから指文字だとついていけないんじゃないかと持ったりするんですけど、はい、試しにやってみましょう。どこまでやれるか、はい、今から、はい、平成13年9月11日のアメリカ合衆国によって発生したテロリストに それに対応して行われるスタイリング検証の速さ的に無理です。外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法、うん、全然違います。これは早くて、速さ的に無理。速さとまたあれと。要するに、ゆっくり言ってみましょうか。話す速さで、今わざとやったんですよ。この後の早口言葉、原さんのやつで。早くおっしゃったんだ、うん、ちょっとゆっくりやってみますね。はい。
平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法。最後の人道的特別措置法。人道的措置に関する特別措置法。法律の方です。三髄の方ですね。そうです。浅野先生、それ覚えてるんですか？覚えてるんです。すごいですね。私、覚えてない、そんなに。使うために。本当にある法律の名前なの。もうすごいですね。一発芸みたいなもんですよ。すごいっていうのは、こんなバカバカしいことを覚えるのがすごいって、そういう。すごい。いや、時々ね、僕はあの手話通訳やる人とこう雑談するときに、じゃあこれできますかってこれやってみた。だいたい全部できません。でも今、ゆっくりやったらできましたね。はい、できます。ゆっくりならばできます。ゆっくりなら、この今さっきぐらいのだったらできるんですね。もうさっきあのバーッとおっしゃったのは無理です。それは無理です。それは無理です。それは無理です。うん、それは絶対無理です。早いとゆっくり。でもすごいですね、それでも。すいません、悪い趣味で今、試してみたんです。試しに。試しです。はい。早いはどういう手話ですか？早い。早い。上から見るとこういう感じです。親指の腹を人差し指の爪でパン弾いてます。これを横に向けてパッ内側に早いとやります。で、手話の一つの特徴で片手だけよりも両手を使った方が重くなります。要するに、うん、早いよりは早い。早い。突然ということになります。これ早いですね。早い。由来です。あと電車急行とか、ね、早いという意味で。はい。の電車。ゆっくりは。ゆっくりです。これはお日様を表してます。日が傾くということで、ゆっくりです。使ってる指が同じですよね。本当だ。早い。はい、ゆっくり。そのあたりも覚えてください。ありがとうございます。早い。このゆっくりも具合に合わせて使ってください。うん、ゆっくりねっていうのと、ゆっくりねっていうのと、はい、力を入れてください、ね。はい。はい。あとは何かありますか。で、以前はその犬と犬の違いを、うん、表して説明しましたけども、面白い言葉を一つだけ。これ指文字と手話の違いを味わってください。きっと、これ必ずという約束ですね。きっと、うん、そう、要するに小指と小指を掲げます。これは約束をするという意味です。きっと、切って、2本指をこうペロッと舐める仕草をして貼ります。これ、切ってです。切って。で、買って、これ買うというのはお金を払って品物をもらいます。同時にします。買って、はい、来てねって来るお願いする。もう一回いきます。早い。きっと、そう。きっ
って、買って、来てね。来てね。そう。はい。それ、言葉の遊びなんですけど、それを、指文字をやってみます。きーと、つの、つを引っ張ったんです。つという指文字を引っ張ると、小さいつになります。ですから、きー、あ、ごめんなさい。きーと、きーって、かーって、聞いてねになるんです。もう一回いきますよ。もう一回いきますよ。覚えてくださいね。聞いて、と聞いて、かって、聞いてね。小さいつの練習です。つ、ちっちゃいつ、引っ張ります、自分の上へ。もう一回いきますよ。きと、きて、かって、きて、で、手話で表すと、きと、必ずね、必ず、きと、きって、舐めてから貼ります。きって、かって、お金を渡して品物をもらいます。買って、来てね。頼んでるわけですね。もう一回行きますよ。はい。きっと、来て、買って、来てね。はい。指文字、てで、面白いと思って自分で作りました。そろそろ時間ですけども、北里さんの方から何かありましたらお願いします。たけさんと僕は、はい、13年の付き合いなんですよね。うん、2007年からですから。で、まあ時々言うことなんですけども、たけさんからやっぱり言われた言葉を絶対忘れないんですけども、北里さんみたいな人とは当たり障りのない、あ、手話やってくれますか、たけさん聞こえないか、文字では出てないですか、じゃあ とりあえずつけます、はい、はい、どうぞ、あ、出てるの今、たけさんと出会って13年、はい、はい、たけさんとに語を教えたときに、囲碁をね、たけさんがすごく熱中したんです、それで目の見えない人が碁を打てて喜ぶのはすごく分かったんだけど、耳の聞こえない人がなぜそんなに碁が楽しいかが分からなかったんですね。それで武さんに聞きました。なぜそんなに碁が楽しいんですか？武さんは、北里さんみたいな人は、人とは、当たり障りのない、ちょっと待ってくださいね。それ手話がないな。ない。はい。のない話しかできません。食事しようとか、休もうとか。ところが、囲碁は、深く相手とコミュニケーションが取れる。
それが楽しいですと。そう竹さんが言って、そうなんだ。長く付き合ってるけど、本当につまんない話しかしていないということがよく分かった。だからといって、手話を勉強するわけでもなく、全くダメです。今日いくつか覚えてくださったんで、ぜひ、たけさんと会ったときに使ってください。はい、わかりました。納得したという手話です。わかりました。わかりました。はい。おお、ミキさんが、ミキさんも入ってる。タツトさんも入ってる。うん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ミキさん、うまいね。うまい。この中では3番目にうまいよ。3番目ってどういうあれですか？3番目にうまい。この2人は大体同じぐらいうまいじゃないですか。竹さんと佐野さん。ナンバー3です。いや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 。はい。まだ全然です。じゃあ一度レコード切っちゃっていいですか？